はい、東京ビットコインニュースです。今日は2020年1月3日金曜日、イスラエルからお送りしています。最近あの、ビューがちょっと増えてきまして、この番組初めてあの、見られる方もいらっしゃると思うんですけれども、この番組はビットコイン確保、 ティッカーシンボル BSV について、えー、クレイグライト博士についてを主にあのお話ししている番組ですもしご興味があるという方面白いと思っていらっしゃるあ思った方は、えー、ぜひチャンネル登録をお願いします今日はですね、えー、とビットコインが解決する問題というタイトルでお話ししようと思います で、オリジナルはですね、リチャード・ボースさんっていう人が、あの、ツイッターで、あの、スレッドを今日立ててまして、で、その内容がね、すごく良くって、まあ、リツイートとかね、あの、いろいろこう、いろんな人がやってたんでね、その、あの、スレッドを翻訳しまして、その、あの、訳した文について、ちょっとね、朗読をね、してみたいと思います。はい。で、原文のタイトルは、ビットコイン。 Uh, Solves Really Interesting a p っていうふうに、ねえー、いうタイトルでした。はい、えー。ビットコインは非常に興味深い問題を解決します。コンピューターの計算に対してどのように支払いをし受け取ることができるのか。分散コンピューティングの指示にデジタルマネーを投入し、マイナーが指示内の料金を競うことができる開かれた市場を作ることにより実現しますということです。 サトシは全く新しい形の分散コンピューティングを実現するためにインセンティブ駆動型システムを作成しました。ビットコインはスーパーコンピューターであり、アリスとボブの間で金銭をやり取りするだけではなく、より強力で高速で安価なコンピューターを構築して命令を処理するようにマイナーが奨励されますと。 いうことでね、インセンティブ駆動型システムっていうねあのインセンティブドリブンシステムの役なんですけどなんかねかっこいいですよねあのなんかガンダムみたいですけどねでえっ、ー、とまあお金のやり時だけではなくえっ、ー、とさまざまなそのコンピューテーションを実行するようにマイナーが競争するというシステムであるということですね 2014年3月には一定の作業が行われたことの確認を受けて条件付き支払いを行えるスマートコントラクトの出現が見られましたがスマートコントラクトは競合するノードが計算を行うために競争できる超並列環境で動作する必要がありますということでビットコインの場合はあの並列、えー、パラレルコンピューティングができるんですけど あのまあより効率になるためには、まあ、並列環境で動作する必要があるということですね適切に構築された場合この方法でマイナーが行うことができる計算作業の種類は事実上無制限です有料の指示の例としては Google 検索の実行時にユーザーのデータを取得したりグラフィックスをレンダリングしたりすることが挙げられますということですね したがってこれは全く同じ経済、つまりデータ駆動型の経済へと私たちを導きます。なぜならこの仕組みは真に競争的な経済システムであり、ほとんどのリアルタイムにあらゆる種類の金融商品とそれらと現実世界との関係を計算することができるようになるからです。マイクロトランザクションを可能にし、 手頃な価格であり実行可能な契約の数と速度はマイナーがどれだけ利益を上げることができるかによって決まるため競争力があります。従ってそれらが優れているほどビットコインコンピューターは高速になりますということで、あの、まあ、クレイグ博士が言うには、その、えー えー、バイオロジカリインスパイア・ネットワークっていう生物学にインスパイアされたネットワークでどん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 こう成長するっていうねあのそういうシステムになってるとビットコインシステムが成功すればするほどしばしば不透明な経済世界経済における安全性や能力の低いシステムを駆逐する傾向が強くなりますとうん これは基本的なレベルでは、すべての俯瞰通貨は支払いの約束、つまり IOU であり、ビットコインで契約として記述できます。また、えー、フィアット金額をスマートコントラクトに書き込むことが有,有益になります。そうすると必然的に、えー、フィアットのビットコイン化につながりますと。えーまあ、英語で言うと、ビットコイナイゼーションオブフィアットと。 いうことですね。だから、まあ、要するに、その、ステーブルコインというか、まあ、政府の通貨が、えー、まあ、ビットコインの、えー、中で発行されると。しかし、それは、えー、フィアットを壊滅させることにはなりません。政府は自国の通貨を発行することで、独自の金融政策を管理し、えー、財政政策を管理できます。また、 銀行はブロックチェーン上で顧客に融資を行うことができますということで、だから、まあ、その中央銀行がね、こうえー、無制限にこうあの印刷したりすると、やっぱり信任,が信任がなくなってしまうから、まあ、そういったところもその政府が、ね、上手に使えばいいということですね、チェーン上でね、あの通貨を発行して。 えー、政府がチェーンで通貨を発行することで得られるものはセキュリティ監査能力及びコスト削減です。自,動自由市場で保護された分散ネットワーク上で通貨を発行する方が安く削減額を納税者に還元することができますと。 そしてオンチェーン通貨を発行した様々な国のビジネスに生じる利点は共通の高速安価で安全なネットワーク環境内で取引を行うため非常に急速に発展します。わ、うん、かりやすいですね。ただしこれらがスケールすると、えぇ、ー、SHA-256 を使用している BTC 及びその他のネットワークを壊滅させます。 これはネットワークの価値が高まるとマイナーは BTC を採掘するよりも多く投資家に還元できる方に切り替わるためです。したがって BSV は BTC に対する脅威な存在となります。ただし BTC は厳密にはビットコインではありません。 チェーンにデータを保存したり、チェーンで計算したり、チェーン内の計算の自由市場を促進したり、100%合法的な改ざんできない台帳で、グローバルなマイクロトランザクションエコノミーを作ることができないためです。まあ、1メガじゃね、無理なわけですよ。ビットコイン SV は計算、えー、設計上超並列であるため、イーサリアムの実行可能性も破壊します。 このため演算は全てのノードで順番に実行する必要がなくより高速な演算を奨励するためイーサリアムを追い越し事態遅れにしますということでねこの辺りのそのイーサリアムがその並列コンピューティングでないっていうこととあのビットコインがそのパラレルコンピューティングができるということねその辺りをねちょっとねもうちょっとねきちんとこう理解してあの説明できるようになりたいなというふうに思ってます。 なんかだから、イーサリアムだと全部のノードで同じ計算を全部させるらしいんですよね。うん。だから遅くなってスケールしないっていう、まあそういうことらしいんですけどね。それをね、語ってるね、イーサのね、人とかね、いないんですよね。うん。遅い、遅いっていうだけで、遅くて高くなってわーっていうだけで。 アーキテクチャ上に問題があるっていうふうな、ね、ことを言う人がねいないんでねそのたりな,なんでなのかなっていうふうにねまあ思うんですけどえインターネットの通貨は巨大なグローバルセキュリティインフラストラクチャーであるため大規模な場合複数の安全なブロックチェーンネットワークプロトコルを必要としません。 同じフレームワークで全体のビジネスを保護する一つのアーキテクチャがある場合のみ適切に機能しますということでまあビットコインネットワークがまあこれいつも言ってますけど TCPIP もねあの結局1個のプロトコルの方がそのえ効率的なわけですよなのでビットコインプロトコルがはもう一緒で同じプロトコルでえいろんなトークンとかが 動いた方がそっちの方が効率的だから2つとか3つとか複数いらないわけですね。というか存在しえないと。そして皮肉なことに b s v のスクリプトのトランザクション内で、えー、OP ビッグナム計算を実行できるようになるため、まあ、これはあのジェネシスのアップグレード2月、まあ、来月からなんですけれども e、えーサハッシュプルーフォーブワークの実行を実行 SV チェーン内で行いイーサリアムをサイドチェーンにすることができますとこれについては特許出願済みですとだからどうしてもイーサがいいっていう場合は、えーえー、ビットコインのチェーンの中でもできますよと いうことですね、まあでもそうするとそもそもあのイーサリアム使う意味があるんですかっていうことになるわけで、まあ、あのスクリプト言語じゃなくてハイレベルランゲージがもう使えるようになればもうそのままね、えー、ビットコイン上であのプログラミングができるということです。 ま、移行できるということですね。えー、BSV のオープン b s v ライセンス及び N チェーンの特許ポートフォリオの目的は、基本的に開発者がビットコイン SV でアプリケーションを自由に開発するように奨励しますが、他のチェーンで開発したい場合はペナルティを課すことです。まあ、特許料が払ってねっていう、まあ、そういうことですね。これは単一のグローバルプロトコルを作るための意図的な戦略ですということです。 人々は b s v のマイナー集中化に不満を言うかもしれませんが世界にある5万の銀行が互いに競争してマイニングノードを運営すればビットコイン SV ネットワークは今日の競合システム特に BTC の何千,何千倍も分散されますということでね あのー、結構内容的にはねそのすごくこう綺麗なんですけれども、まあ、ちょっとねその直訳してるんでねなんとなく言い回しがちょっとなんか、あのー、今あの英語的だなって思うんですけどもいかがでしたでしょうはい今日はですね最後に、えっと、フィアットトークンについてビットフライヤーの加納さんが コインデスクの,あのインタビューを受けていて、でそこでね、ちょっとあの面白いなって思ったことがありましてですね、でこれ、加納さんですけども、えー、日銀は日銀券を発行しているので財務省ですかっていうふうに言って、そうです、日銀にその気がないなら財務省が MOF コインを出すというのはどうでしょうか、例えば500円玉のデジタル版のようなものです。 コインの発行はそのままシノリになるので財務省にとって悪い話ではないし金額も1万円券のような額面ではないので総額も大きくありませんというふうに言ってるんですけれどもそれでよく考えたらですねあのそれすごい面白いと思ってというのもその日銀は、えー まあ政府の一部ってじゃなくて実はそのジャスダックに上場している特殊、えー、企業なんですね。うん でそこがその紙幣を発行しているわけですけれどもで効果の,の方は財務省の造幣局が発行しているわけですよだからまあ財務省と日銀がまあそうこう仲が悪いっていうわけじゃないとは思うんだけれどもその財務省がもともとそのコインを発行しているわけでで えー、フィアットトークンをですね JPY トークンを財務省が発行するっていう形、まあ、あのコインなわけだからそれで、えー、デジタル日本円を作ればねいいんじゃないかなとそうするとまあじゃあ,まあ日銀と競合してもいいしで、まあ、日銀の方でや,やると今のその全銀連のネットワークとか、まあ、いろいろそうあのでっかいシステムがあるんでそれ,どそれとどういうふうに。 使い分けるのかっていうそういうめんどくさいことがあるわけでだけども財務省の方は実際にそのコインをまあ発行しているわけでそれのデジタル版っていうことでコインネットワークでねの上でやれば非常に面白いんじゃないかなというふうに思いましたとはいというわけで以上です今日はビットコインが解決する問題についてお話ししました、えー、東京ビットコインニュースでしたさよなら